皆様こんにちは、 JVC ケムドの池田と申します。今日はですね、10月に発売になります GYHM600 を持ってまいりました。GYHM600、 そして12月に HM 上位機種であります HM650 を発売予定になっております。こちらのカメラですね、ご覧になっていただけますように、同クラスの中でも小型、バッテリーの合わせても 2.4 キロということでですね、しかもコンパクトで使いやすい位置に、スイッチを配置しております。こちらのカメラ、レンズのところにですね、非常に力を使っておりまして、23倍ズーム、35ミリ換算でワイド側が29ミリ、テレ側が667ミリということで、引けるしかも寄れると、そういったカメラになっております。また、3分の1インチの 3CMOS を使っておりますが、それでありながら F11 を実現しております。でこちらですね、ND フィルターにつきましても4ポジションを持っていると、カメラの基本性能に立ち返って、そちらを充実させたカメラになっております。で使っておりますのは SD カードを使いまして、2枚、記録ができるようになっております。で記録できるモードにつきましては、従来からやりました MPEG-2 のですね、クイックタイムと MP4、これに加えまして今回ですね、なんと AVCHD の記録にも対応しております。またこの上位機種の650につきましては MX ファイル、また H.264 の 35MB の UHQ モードにも対応しております。このカメラですね、また650に関しましては、このカメラからワイヤレス機器を通じまして、 Wi-Fi 等のワイヤレス機器を通じまして、撮ったファイルをですね、FTP サーバーに、伝送すると、そういったことにも対応しておりまして、現場で、使っていただいて、それをまたすぐ転送できると、そういった新しい、機能も備えたカメラになっております。JVC ケムドが、皆様のお声を聞いて、自信を持ってお勧めする、GYHM650600、600につきましては10月の発売になっております。どうぞよろしくお願いいたします。